ということでテロップがきます。星3周タイムリロリロリ。はい変な人になっちゃった。次が13時5分からですね。ペンギンにしよう。いちご。よし。しんちゃんさん、ピンクタワー、ピンククマタワー、ありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがピンククマタワー、しんちゃんさん、ありがピンククマタワー、ありがとうございます。ありがとう。書いとこ。よし。よいしょ。えい。えい。いつものメイクとイメージが違う。あ、多分まだ完成してない。もはや。マスカラとか完成してない。あ、ブチって言ったね。大丈夫か。この時間は昨日タカさんのタワープラス1かも。うわ、またやらかしてんのか橋本。あれ、タカさん6くれてたってことは5って書いてるね。今日書きます。ちょっと前髪、パンダさん、ピンクタコありがとうございます。本当はね、前髪までやってから配信しようとしてたんですけど、お腹空いちゃってちょっとだけ物を食べることにした。だから前髪をする時間なくてそう、前髪よりもぐもぐだと思って。マックミックさん、ハートありがとう、ありがとうございます。よし、パンダさん、マックミックさん、ハートありがとうございます。ピース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 。あとチークがない、マスカラしてないし、まだ全然完成してない状態で出てきちゃった。ハルピョンって感じ。そう、ごめんなさいごめんなさい。どうだろうね。そっか、この時間中にあれが出るのか、ランキング。ドキドキ。どうだろう。やることは一つ終わりました。もう
出てる、嘘嘘、待って、もう出てるの本当だ、もう出てる、3位だ。1101001000710739405ポイント、皆さんありがとうございます。キープ、無事キープ、とりあえず。ありがとう、よかった。怖いね怖いね、このだって4位5位の差、全然3万ポイントとかじゃん。もうだからもう本当にめっちゃドキドキでしかない、全体的に。8位9位のボーダーも結構、まあでも始まって3日ですから何とも言えないんですけどうん、上位5人のチームメイト、ほんとだほんとだ、すごい。ひーちゃん、ももちゃん、はるぴょん、おだえり、ゆいちゃん、すごい。上位5人が8はやばいすごすぎる、改めてほんとにすごいうん、まあでもももちゃんのおかげでもあるよね、ほんとに。ももちゃんがこうショールームをなんか頑張ることの、なんて言うんだろう、大切さを間近で教えてくれたから、うん、バージョンRさん、ハートありがとうございます。熊高さん、ピンクだるまありがとうございます。なんかプライベートサマーの MV をそのまあこの間ね聞きながら歌ってたんですけど、なんかすごいそのコメント欄に、このショールーム5時半の女が頑張ったら選抜に入れたっていうのを証明してくれたみたいなそういうコメントが本当に多くて、そう最新のコメントのところがすごく、それがすごく多くて、なんか本当にそうだなと思って、だからそれを改め、なんていうの、間近で本当に私たちはチームエイトの特にみんなはそういうのを間近で見れてるから、うん、本当に。だってさ、前回のミニマリアが1位になったやつもうチームエイト3位まで独占だったんでしょ、すごいよね、うん、本当に。あ、待って、くしゃみが出るなんかいつか歯折れそうなくしゃみ、これなんかすごい歯食いしばってってやってるから歯折れそうなくしゃみ、マジで。やっちんさん、ハートありがとうございます。うん、ファンがショールームイベントに詳しくなって、確かにそれはあるね。だからエイト、まあ、それこそエイトのさ団結力もメンバーもファンの皆さんも多分すごいから、なんかこう大きなイベントとかがあった時に、じゃあエイトの星投げぜひみたいな感じでみんなそう、なんかいろんなイベントにみんなが、ね、みんなが星三周の技術が上がっていったりとか、カウントの1、2、3、4、5、6って送るのめっちゃ大変なんですそう、まあ私が言うことじゃないかもしれないけど、でも本当にみんなが大変なのをやってくれてるからこそ、この アリーナっていうんですか、ここのみんなが来てくれてるその壇上さん以外の100人の中のところでもうずっと数字で埋まってるのが面白いですもんともゆきさん、ピンクタコありがとうございますね、本当にありがたいことなので。
パンダさんハートありがとうございます。ありがとう、めっちゃくれてる、ハートありがとう。ハルキャンさんピンクだるまありがとうございます。こんにちは、こんにちは、どうも。星もらいに来た、グレート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 あーボンポンさん、カウントぜひお願いします。星あげるんで、星50個あげるんで、50個カウントお願いします。ハート投げおばさんハートありがとう、ありがとうございます。パンダさんハートありがとうございます。カプセル今日までなのでちゃんと受け取って、ぜひハルピョンのショールームに投げてください。ありがとう。フナイモンさんありがとう、教えてくれてありがとうございます。あっちマジピンクだるまありがとう、ありがとうございます。お腹空いちゃいましたね。これが終わったら私はご飯を食べようと思っているんで、ちょっと今お腹空いてる人間ナウですね。カプセル大事ですよ、だって運営さんが今日は8個もらえるんでしたっけ、なんか不具合があったから今日8個もらえるんですけど、運営さんが4000ポイント発表に投げろって言わんばかりに4000ポイントをみんなに支給してくれてるんですから、カプセルはマジ大事。そうなので皆さんぜひカプセル、あ投げてくれてる人いる、ありがとう。だって5、え違うか、1個100だから4000じゃないか、800ポイントか待ってすごい 大幅な計算しちゃった。でもまあトータルで見たらいっぱいポイントくれてるから。あんちゃんさんレインボースターありがとう、ゆったんさんハートありがとう、はるきゃんさん、ピンクだるまありがとう。カプセルは今日までです、皆さんぜひ。けんさん、レインボースターありがとうございます。カプセルは今日までです、よろしくお願いします。もう無駄にしないようにね、チャレンジのところから。だってカプセル投げるだけでアバターももらえるんですよ、やったね。ちなみにハルピョンはあのコッコちゃんが出ました、小浜ココネちゃん、イーナ研究所でお猿さんのモノマネをしてたメンバーそう17期の子ですが出ました。ともゆきさんハートありがとうございます。ありがとう。そう17期の子も入ってた。なんかなるべくみんなのいろんなところにその壇上に乗らないようにカプセルを投げてるんですよ私はそうあのアバターは欲しいけど壇上には乗りたくないからそうなるべくその100位以内にもなるべく入らないようにあのカプセルを投げるんです。例えばそのじゃあ12時までやりますっていうメンバーがいるとしたら、じゃあ12時までやるとするというメンバーがいたら11時59分に投げようとかなるべくそのあの私が見てるっていうことをその足跡を残さないような見方をしてるんですはるきゃんさん、にゃこさん、ピンクだるまありがとうございます。まーくんさんハートありがとうございます。そう恥ずかしいから仕事も取る、まだよ、また夜来ます、ありがとう、仕事頑張って。まあ頑張んなくてもいるだけでいいさやばいダメですよ、ちょっとやばい100回目訪問とかでいつかバレてほしい、やだ。だからそのさ本当にそのシステムついたのマジでもうもうやだ、恥ずかしいんです。だから
このメンバーって私何回目だって思いながらショールーム入ったりしてますCDH48 さん、レインボースターありがとうございます。これなんて読むんだろう、韓国語わかんないんだよね。ハピョン、ちょっと翻訳機能を久しぶりに使おう。レインボースター投げてくれてるんだけどさ、ダメだ、スキャンできなかったから。グラムン合ってる？そうではありません。クラムあって、オッパレインボーしたありがとう。カバサムニだ、スミちゃんピンクタコありがとう、やっちゃんさんレインボーしたありがとう、ありがとうございます。熊高さん、ハートありがとうございます。ゆったんさんハートありがとうございます。50ぴょんちゃん完了しました、カウントだけですいません。あー、ありがとう。カッキーさんありがとうございます。大西軍さん一緒に頑張りましょう、共に頑張るぞ。あー、ももちゃんはね今日波動らしいから、うん、ももちゃんが波動に行ってる間ぜひまた来てください。待ってます。私の今日の、あ、今日のスケジュール貼ってない、うわやらかし忘れてるわ、発表、うーごめん、ピンポン、やらかしてるわ、すまぬ。やらかしてるわ、別に勝とうなんて思ってないよ。一緒に頑張ろうって言ってるのになんでそんなこと言うの。まあ別に何も傷ついてはないですけど私は。はい、私は別に傷ついてはないですけど、そんなことは言わないでくだ、言わないであげてメンバーに、うん、傷つくメンバーもいるからね。今ある星すべてあなたに捧げます、優しいガチャピンさん、すごいアバターだけどありがとう。ピキュウリあ、キュウリじゃない、ピーマンか、これピーマンのすごいアバター。ありがとうございます、ありがとう。いつもと雰囲気が違う、メイクかな。実は昨日髪色が変わったんですよ。はい、なんと実は多分それだと思います。メイクはあんま基本変わってない、まあ使ってる道具とかは変わってるけど、でもなんかピンク目多めって感じで、あとアイシャドウじゃない、アイラインをちょっとしか引いてないのだったりとか、マスカラ今塗ってないのとかもあるから、まあいろいろが変わってます。どんな髪色も似合う、可愛い、ありがとう。この間セリちゃんに会った時に、その色可愛いって言われたんですけど、その時も色落ち落ちで、そうオンラインお話し会の時に言われて、色落ち落ちで、でももう色入れるんだよって話してて、そうだから嬉しいですね。どんな色も似合う、嬉しい、ありがとう。ケンさんハートありがとう、ありがとうございます。
なんかでもすっごい髪切りたい欲めっちゃあって、でも髪切りたい欲もあるんですけど、ただ髪伸ばしたい欲もあって、なんかやっぱ長いメンバー見てるとわー可愛いなって思うし、でも短いメンバー見ててもなんかあー可愛いなって思う。そうダメなんですよね私。そうだ、今めっちゃ中途半端な長さ、セミロングぐらい今。お腹鳴ってる。だからね、伸ばしたいのか切りたいのかはっきりさせたい。はっきりしてよって感じ。くしゃみ出そう。星少々と50カウントお届けありがとう。ヒロシさんありがとうございます。てるちゃんぐさん3週間量ありがとう、ありがとう。にゃこさんピンクだるまありがとう。肩にかからないくらいの内巻き、あーこの辺で。でもなんか古いなんていうの、写真と古い写真とか言ったらあれだけど、いつの写真の、高校3年の12月ぐらい、多分こんぐらいです、古い写真。うん、4年前ぐらいの写真こんぐらいかも私。ネバーストップさんピンクだるまありがとう。にゃこさんピンクだるまありがとう。バージョン R さんピンクだるまありがとう、ありがとうございます。あ、めっちゃお腹空いてる今日、すごいめっちゃお腹鳴ってるんですけど聞かないでください。聞かないでください。まあでも正直短い髪は、いや本当にこれはもうずっと言ってるんですけど、短い髪はマジでアイドルやめてからでもなんかできるじゃないですか。でも長い髪ってアイドルやってる間にそのヘアメイクさんとかに可愛くしてもらったりしていただきたいからっていうのもあって、そうだから伸ばしたい。でも切っちゃった。なんで切ったんだっけ、あーブリーチしたかったんですよね。そうということで、まあそんなこんなでランキング読みます。どんなこんなだよって思う人もいると思うんですけど、そんなこんなです。え、ショールームのフォロワーさんがこの間 22.1 行きましたって言ってたんですけど 22.2 になりました。 100K じゃない、 0.1K だ、100人増えてる。ありがとう、ありがとうございます。マジこのイベントのおかげ。優しいガチャピンさん、ケンさん、ピンクだるまありがとう、ヨッタンさんハートありがとう。それではウサギは飼われたりしますか、うん、飼ってます2羽。それではランキングいきます。1位、しんちゃんさん、ピンククマさんありがとう、ピンククマさんタワーありがとうございました。2位、ケンさんありがとうございます。3位、あんちゃんさん。4位、やっちゃんさん。5位、パンダさん。6位、エステートさん。7位、ともゆきさん。8位、はるきゃんさん。9位、 CDH48 さん。10位、空白さん。11位、池上さん。12位、すみちゃん。13位、けんじさん。皆さんありがとうございます。みんなありがとう、本当にもうパパパパパーってなっちゃった。次の配信は13時5分からを予定しています。皆さんもまあ、お仕事の休憩時間もちょっとあるかもしれないですけれども、ちゃんとご飯を食べて夜じゃない昼午後も元気に頑張りましょうということで、それではバイ、ありがとう、バイバイ、また13時5分から会おうね、またね。めっちゃお腹鳴ってんの恥ずかしい。バイバーイ。